どうも、フリーマンと、長谷川です。今回ですね、高市早苗議員の自民党総裁選出馬と横浜市長選、二階派の動きという話です。オチとしては、横浜市長選の結果も自民党総裁選に影響するというところなんです。今回の動画は以前アップしたこちらの動画の後にご覧いただくと理解が深まるので、ぜひよろしくお願いいたします。世界が大混乱している状態で、日本も迷走している感は否めないんですが、高市早苗議員が正式に自民党総裁選への出馬を決意しました。2021年8月19日、高市早苗議員は二階幹事長と面会し、自民党総裁選への決意を固めたことを報告。高市議員は記者団に対し、菅総理の胸を借りて政策を論争する場所をいただきたい、その一心だと語りました。実は高市議員は安倍前総理に総裁選への出馬を要請していましたが、先月下旬に断られていました。そのため、そんなら私が出たろやないかという気持ちになったと話したんです。冒頭で紹介した動画でも話したんですが、総裁選に出るためには条件があって、総裁選の候補者は党内で20人の国会議員の推薦を得ないといけません。ただし高市議員は自分の派閥を持っていないので、そこをどうするかという問題がありますが、安倍前総理に総裁選への出馬を要請していたことを考えると、党内で動きがありそうではあります。高市議員が総裁選に出馬できた場合は、直近の2年間で党費を納めている全国の自民党員、党友の予備選を行ってふるいにかけて、本番の総裁選で決選投票を行って、次の総裁が選ばれるという流れになります。ただ今回の総裁選のスケジュールがまだ出ていないんです。当初菅総理は9月に臨時国会で衆院を解散させる予定だったんですが、後でも話す菅総理の後ろ盾になっている二階派の動きもあって、解散できそうにない流れです。ちなみに、次の総裁、総理になる議員が直面する状況というのはかなり深刻なんです。一番大きいところとしては、1、中国に厳しく対応する。2、早急な経済対策。この2点が求められます。1については自分のアメリカ情勢シリーズの動画を見ている方はわかると思いますが、世界の傾向として中国に厳しくしていかないといけない状況なんです。ところが、バイデン大首長は先日のアフガニスタン対応で大失敗し、タリバン、そしてそのタリバンと7月の時点で協力関係を結んだ中国が暴れ放題になっています。これを差し引いても日本の外務省や企業などは中国と未だに経済、外交でつながろうとしています。中国は現在、どんどん国内企業や人民への締め付けをしている状態なので、外務省や日本企業のビジネスチャンスはどんどん少なくなっています。そういった国内のお困りの勢力を抑え込まないと、日本の技術、機密情報などが中国に奪われるだけでなく、中国で生産活動を彼らが行うので、日本の経済成長のチャンスも奪われてしまいます。その上、ウイグル人などに対する人権法も世界と足並みを揃えて作る必要があるんです。まずここをどうにかしないと日本は中国と対峙できません。それと同時進行でやらないといけないことが2の早急な経済対策です。8月16日に内閣府が2021年4から6月期の経済成長に関する数字である GDP の速報を出しました。その数字がわずかプラス 0.3% というものなので、これはよろしくないんです。その前の1から3月期はマイナス 0.9% となっているし、今の緊急事態宣言で海外のように保証があまりない状態だと、今現在の2021年7から9月期の GDP も良い数字にならないと自分は予想しています。そんな中、8月18日にあの病気が原因で倒産した企業数が2020年2月からの累計で1900件になりました。業種別では飲食店が314社と最も多く、建設工事業が190社、ホテル、旅館が106社、食品卸が100社などとなっています。
日本の場合は海外と違って憲法の中に緊急事態に関する条項がなく、それに関する法律もありません。そのため素早い保証ができないんですが、今の状況が続くと企業倒産はどんどん増えてしまいます。当然経済が悪くなると自殺者が増えるということになりますが、2020年の自殺者数は21,081人で、2019年と比べて約 4.5% 増。今年2021年の自殺者数も7月までの段階で 12,452人。このデータを出している警察庁の数字を見ていると、今年は毎月1,500〜2,000人の自殺者が出ているため、状況によっては去年以上の数字になるかもしれません。また日本の建物、橋、トンネルなどのインフラに関しても、今後起こりうる大きな地震に備えてバンバン投資しないといけません。ただこの予算額が全然足りないんです。日本は複数の地震が起きる原因のプレートや約2000個の活断層があるために、マグニチュード6の地震が全世界の 20% を占める国なんです。そのために地震津波対策として100〜200兆円が必要と言われています。ところがこちらの国交省の公共事業関係のグラフを見ていると、小泉政権と民主党政権でガリガリ公共事業費を削ったことが非常に痛手になっています。安倍政権で少し予算が増えたんですが、それでも補正予算を含めても必要な金額に届いていないのが現状なんです。実際橋の6割が老朽化している話も出ています。ここを増やさないと国民の命が多く失われ、実際にダメージを受けた時に回復に時間がかかります。その上予算を出さないと建設業界の経済成長にもつながりません。また経済が落ち込んでいる今の状態で、自殺者と同様に関係が深い数字が子供が生まれた数である出生数と出生率です。2019年でも出生数は86万5234人、出生数 1.36 と少なかったのに、2020年の出生数はそれを下回る84万832人で、出生率も 1.34 と悪化。今年の5月までの出生数の速報値を見ても、あの病気と経済が落ち込んでいるために去年よりも出生数の数字が良くないんです。当然この出生数、出生率が悪化するほど将来的に経済的なパイは少なくなるし、福祉的にも高齢者や保育、療育関係に影響が出てきます。このあたりは自分の経済関係の動画でずーっと繰り返し話していますが、日本の円は国際取引に使える信用性の高い国際通貨である上に、我々国民が政府に9割以上、政府の借金である国債を貸しています。要するに家族同士でお金を貸し借りしているような状態なので、破綻することはありえないんです。それは財務省も述べていることだし、本来は国債を発行して成長軌道に乗るまで経済、インフラ、福祉に投資することが最優先なんです。ところが1970年代から財務省は国債を発行するのは悪と言い出して、2001年の小泉内閣で政府は国民に投資をしないでケチケチするという方針、プライマリーバランス黒字化が決まってしまいました。高市議員は経済的にはこの財務省の方針に反対する政策を掲げています。ただ高市議員には気になる話もあるんです。実は2014年に高市議員はあの人材派遣会社のパソナとのつながりが報じられています。高市議員の地元奈良県の事務所にはパソナから継続的にスタッフが派遣されているそうですが、2014年の話なので今もパソナからスタッフを派遣されているのかわからないんです。とはいえどうしてもパソナというと会長がプライマリーバランス黒字化に関わったあの竹中平蔵氏なので
気になる部分ではあります。さらにここから菅総理と二階幹事長の動きに注目すると、総裁選に影響がある8月22日に結果が出る横浜市長選で菅総理が支持をした小此木八郎前国家公安委員長に関しても少しよろしくない話が出ています。菅総理の側近である泉博人首相補佐官が小此木氏の支持を取り付けるために建設会社を脅した話が出ています。自民党内では菅総理では衆院選を戦えないという声もあるので、その前哨戦である横浜市長選で小此木氏の応援をすると小此木氏が苦戦するのではないでしょうか。現在対立候補の立憲民主党の山中竹春氏がリードしているという報道が出ていますが、その山中氏もパワハラ音声がネットで出ているので何とも言えません。もしこれで自民党が負ければ菅おろしが始まりそうな状態なんです。さらに菅総理の後ろ盾である二階幹事長にしても、8月17日に森山博史国対委員長、通訳の林元幹事長代理、公明党の石井啓一幹事長、高木陽介国対委員長の5人の会食が発覚。参加者全員がワクチンを打っているとはいえ、これは二階幹事長らしい動きなんです。二階幹事長の場合ネットが使えないので会食をして直接情報を得ないといけません。しかも二階幹事長自身が会話が成り立つかわからないから、通訳として林幹事長代理が常に横にいるという状態です。そんな二階幹事長がトップの派閥である二階派も、あの病気の緊急事態宣言が9月12日まで延長されたために9月9日に予定していた政治資金パーティーが延期になりました。この政治資金パーティーはその名の通り衆院選の政治資金を集めるものなんですが、その資金は政治資金規正法でパーティーをしないと使えないということになっています。こうなると菅総理の立場としては9月の衆院解散はできません。さらに二階幹事長の場合、年齢のために三男に継がせるかどうかという話や、菅総理に二階派を継がせるという噂もあります。幹事長は自民党の中でナンバー2なので、二階幹事長は現在そこにしがみついています。幹事長の座にしがみつかないと二階派がバラバラになるのがその理由なんです。しかも二階幹事長の地元である和歌山では世耕弘成参議院議員がさらなるステップアップのために衆院議員に鞍替えする噂もあります。そのため二階幹事長は早く決断しないと、二階幹事長または三男の議席が将来的になくなる可能性も出てきます。しかも菅総理に自身の派閥を継がせるにしても、幹事長でいるうちに継がせないと派閥がバラバラになっていくこともありえます。こういった事情なので総裁選を取り巻く状況は非常に入り組んでいます。個人的には一刻も早く中国経済対策をしてほしいんですが、まずは総裁選、衆院選の前哨戦である横浜市長選の結果次第で状況が動くと自分は予想しています。そんなわけで横浜市長選の結果も自民党総裁選に影響するんです。最後までご覧いただきありがとうございました。自分のこのチャンネルは経済、外交、福祉などの問題を取り上げて、現状よりもどうすれば良くなるかについて話しています。もしよろしければチャンネル登録、それからグッドボタンを押していただければ幸いでございます。またお会いいたしましょう。